はい、皆さんこんにちは。SD ウィンズのマーサです。今回ご紹介します楽器はこちら、まだ開けてません。セルバというですね、アルトサックスですね。中国のメーカーで、新品でも多分5、6万ぐらいで買えちゃうんじゃないでしょうか。そのぐらい安いメーカーさんなんですが、まずハードケースかなりですねコンパクトです。他の柳沢とかですね、セルマとかそういったメーカーの、ハードケースよりも一回りコンパクトな感じがします。だいたいねどのぐらいかっていうと、バムケースのサックスを入れるところだけ、そのぐらいの大きさですね。紐をつければ、背負うこともできますし、あとここにチャックがあるので収納スペースになってます。まずじゃあ開けてみましょう。じゃーん。あ、くさ。あー、これ懐かしいな。この匂い、これあれだ、ニセヤマハの時のあの匂いだ。あー、懐かしい。ちょっと嬉しい懐かしくてちょっと嬉しい。はい、これが噂のセルバーというね、オークションとかですね、まあ、そういったところではよく出ていますね。だいたいまあ2万円から3万円ぐらいで取引されてますね。彫刻見てください。だいぶ手抜き感ありますね。ね、かなり荒いですね、一個一個のその彫刻刀が。なぜか無駄にここまで彫刻が入っているというね。普通他のメーカーだとここら辺彫刻入ってたら嬉しいんですけど、なんかもう、もはやなんか傷なのかぐらいの感じの彫刻ですね。これちょっと、まあ、見えないと思うんですが、金属のバリというね、トゲ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 したものが実は見えます。バリなのか、それとも余分な、いずれにせよあんまりいい状態ではないですね。J. マイケル、ジュピター、ハインリヒ、ケルントナー。吹いていますが、今までの作りの中ではチャッチー方に入るかもしれないですね。はい、ということでじゃあこれから吹いてみたいと思います。感じだと歯の音とかがこうちょっと押した時に一瞬反応が鈍い感じがしますね。やはり低音とかが全然反応が良くない気がします。多分ねこれねリークしてますね。ただこれ直そうとするとこれ多分管楽器の倍ぐらいの金額を多分リペアで取られることになるので、まあこういった安い楽器を購入するときにはまあここら辺のリスクもちゃんと考えながら購入した方がいいと思います。で、音程も結構めちゃくちゃですね。キーアクションもそんな良くないです。で、高音とかがですねかなりこう開きが適当なのかな、かなり高いですね。なので音程をこう作るのも結構大変になってきますね。音はどうしてもなんていうんですかね、チープな感じがします。これはまあ仕方ないでしょう、まあ、なので中国製のですねまあブランドとかの、サックスを買う際には、まあ、こういったところもしっかりと考慮しつつ購入してください。まあ正直なところ一応サックスの形を成してはいますが、あまりおすすめはできません。おもちゃとしては優秀でしょう。ただ楽器としてはですねなかなか厳しいものがあると思います。私はお蕎麦が好きなんですが、蕎麦屋さんのお蕎麦が普通の楽器店のサックスだとすると、こういうのは、立ち食い蕎麦みたいな、一応蕎麦だけど全く立ち食い蕎麦というジャンルであってという、まあ私はもちろん立ち食い蕎麦好きなんですよ。購入する際にはこういったところ気をつけて購入してください。ということで今回は、セルバでした。そして、匂い結構刺激的なので購入する際にはそういうところも、考慮してくださいね。くさ。